でした。90分どのように振り返られますか。何もない。今季最低なゲームです。どのあたりをそのように感じられましたか。いやもう技術どうこうじゃない。戦う気持ち、勝つ執念、相手ねじ伏せようとする、全く見れない。いや、いいですよ、技術的にはどうでもいいよ。そうじゃない。相手に勝つんだとか、ゴール奪うんだとか、そういう気持ちは全く見れない。また2日がありますから、しっかりと、何が何でもリバウンドメダル見せて、ホームまでに蘇生できるようにしっかりと、全員でやりたいと思います。そのあたりがなかなかこう出せなかった要因というのは選手たちにどこにあるというふうに感じられますか。で言い訳すればいくらでもありますよ。一つ一週間飛んだとかアウェーだとかまだコンディションが戻んねえとかそんな言い訳はいっぱいありますけど、そんなことが許されるチームないですし、戦わない、走らない、勝利しようとしない、そんなのは水戸オリンピックじゃないし俺のサッカーではないので、二度としないようにしっかりと全員でもう一度自分たちに矢印向けてまた戦いたいと思います。ありがとうございました。